それでは春キャベツを使った中華風柔らかロールキャベツを作ります。これはタケノコも入っているのですごく春を感じられるメニューになっています。それでは早速作っていきたいと思います。まず豚肉のミンチ肉に塩とコショウを振ってあります。これをしっかりと先に粘り気が出るまで跳ねていきます。はい、だいぶお肉が白っぽくなってきたらこれから調味料と具材を入れていきます。今日はあらかじめキャベツは葉の部分を柔らかくなるまでもう茹でてありますので、その時にできた芯も一緒に、芯だけ少し長めに茹でておきます。今日はこの芯も使って中の種に入れていきます。はい、ではここに調味料とあと残りのお野菜をすべて入れます。これは玉ねぎです。すべて入れたらもう一度しっかりとよくこねていきます。たけのこが入っているので食べた時に食感もとても美味しいです。はい、そして種ができましたら今からこれをキャベツの葉でくるんでいきます。今日は2人分で1人2切れずつになりますので、これをだいたい4等分にしていきます。それでは巻いていきます。まず芯の方を自分の手前に持ってきて、で種をだいたい真ん中に置いて、まず両端から留めていきます。両端をこのように折りたたんだら、あとは下からくるっとくるっとこんな感じで押さえながら巻いていくと上手に綺麗に巻けます。ではもう一度キャベツの芯を手前に置いて、種を丸めてだいたい真ん中あたりに置きます。両端を閉じて手前の方からくるっと巻きつけていきます。くるっとこんな感じですね。では残り2つも同じようにしていきます。すべて巻けましたら巻き終わりを下にして鍋に入れて、あとは中華だし 300cc を入れます。そして中火でだいたい15分から20分で柔らかくなりますので、今から蓋をして火にかけていきます。